せーの、ピンクレスでーす。さあ今回はですね、ピンククレス私たちで、はい、絵で合わせましょうゲームをやります。よいしょー。これは、マネージャーさんにお題を出してもらって、はい、私たち3人がそのお題に沿った絵を合わせるというゲームなんですけど、はい、3問ある中の2問、うん、私たちが揃えられたら、うん、私たちの勝ちということで、マネージャーさんとの戦いになります。イエイ。そういうの好き、そういうの好きだよ。なのでやっていきましょう、はい、イエイ。じゃあ、はい、第1問、はい、はい、海外に行くときに使う乗り物は、海外に行くときに使う、もうだってもう絶対そうじゃん。それでしかないですから、うん、いいの、そういうのでいいの、いいの、結構難しい。あ、待って、まあ、でも多分想像してるのは多分一緒だと思う。うん、大体ね、こんな感じですよね。伝わらないことはないと思う。よろしいですか。はい、はい、まあこれは多分大丈夫でしょう。はい、せーの、じゃん、せーの、飛行機。すっごいミヤちゃん尖ってますね。あとこれだけで見て、これさ、すっごい燃えてるけど大丈夫ですか、後ろ。ってかどっちかってロケットに見える。こうした方がいい。確かに、確かに、こうした方がなんかしっくりくるよね。人がちゃんと乗ってるから、あ、ちゃんと細かく、そうちゃんと手振ってる人もいるんだけど、そう、よく見たら、ね、怖いな。そうだよ、光は何それ。なんか水の中にさ、行くやつじゃんそれ。潜水艦、違う、これでも私上からしかかけなくて、上からの図よ。逆にすごい。なんかさ、何個羽ついてんのみたいな。飛行機揃いました。イエーイ。はい、じゃあ次、はい、第2問目は、はい、夏の虫といえば、うわ、もうこれさ、夏と言ったらもうあの人がいるじゃん。あの、ね、どっちだろう、あの人だよ。もうだってもうね、毎日、うん、ね、もう毎日、毎日よ。わかります、わかります、ね、じゃあこれしかない、これしかないですね。みやちゃんかわいそうだな。え、みやちゃんかわいそうなんだな。あ、ちょっとこれはずれるかも。待って、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 今おかしくなっちゃった。嘘でしょ、待って、書いちゃったし。じゃあ待って、2に合わせる、そうしましょう。え、でも分かんない、みんなそっちだけ。でもうちはトラウマがあるのはもう決まってるのがいて、トラウマ、トラウマ。でもこのエピソード話したことないか。え、もういいや。作れましたか。はい、はい、おい、うわ、なんだろう。え、これじゃあ一人ずついきます。はい、合ってるか。じゃあ私からいきますね、うん、私2編言うか。じゃあ、ででん、はい、かですね。こいつが来ると夏を感じる。じゃあみやちゃん。はい、じゃん、かです。 およかった、刺されてます。かですね、かです。はい、じゃあひかちゃん。かです。お、危なかったよ。よかったー。これね、でもちょっとね、迷ってこのイラストになったんだよね。え、何と迷いました。セミ。失敗はセミ。あ、答えがあるのか。そっか、やっぱりセミだったか。え、やっぱ最初のであってたんだ。でもね、もうイヘちゃんが書いちゃったって言ったから、トラウマはセミで、なんでこの木を書いたかって、セミを書こうと思ったの。だからこの網を書いた男の子を書いたんだけど、ここまで書いて後から悩まされるじゃないけど、なんか、うん、そんなようなことを言ってて、えってなって変えたのよ。だから本来ここにセミが止まってるイラスト描こうと思ったの。なるほど。私ね、二択って言ったんだけど、蚊かカブトムシなの。あ、分かる、カブトムシもそこがあった。てかどっちにしろ、合わなかったね。合わなかった、じゃあ自分を信じればよかったの。ハズレか。じゃあラスト1ですね。揃ったけど、やば、うわ、やばい。こちらで合わせちゃダメなの。そうなの、そうなの。でもダメなのか。では、はい、はい、いきましょう。ラスト、国民的なキャラクターといえば、うわ、国民的、日本オンリー。まあそうでしょう、まあそうだ、うん、一旦そこで考える。え、うわ、え、待って待って、うわ、待って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 、これ、え、これって、これうち今、うん、いろいろパー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 って消して2個上がってる。え、結構絞りましたね。結構絞った。あ、私もパー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 って消して2つ残りました。あ、やっぱり、うん、あれとあれ、あれとあれ、あれとあれでしょ。長い間続くスター、うん、
ね、ずっと昔から愛されてきてるスターですよね。スターだね。あ、じゃあじゃあじゃあもうあれだ。そうだね。じゃあもうあれしかない。もうあれしかないでしょ。それスターだよ。もうお世話になってます。本当にちっちゃい時から。本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、でもすごい私も好きで、会いに行ったこともあるし。私も会いに行ったことある。うん、この方しかも。待って、あの方もうこのお方ですよね。このお方でしかないっす。このお方でしかないっすね。ですよね。せーの、ミッキー。ドラえもん。ミッキー。嘘でしょ。ミッキーは世界的スターやん。どこに会いに行くのこれ。会いに行ったことないから。私はドラえもんミュージアムに行ったんです。で、待って、こっちはだってやっぱ、え、クマだし、なんかすんごい変身するのこれから。ベルトめっちゃ頑丈に、すんごい、もうクマしかビヨーンって行く前、ミッキーそこ見せないでって思うけどね。これでしょ、これ。じゃあ待って、じゃあ答えは、答えを知りましょう。いきますよ。答えはドラえもんです。やだからさ、国民的だもん。いや、国民的よ。この人は世界的スターだから。日本人と言ったらやっぱドラえもんでしょ。二択って言ったら、私国内でかなって思った時にドラえもんかキティちゃん、おわサザエさんぐらいかなと思ったんですよ。へー。私もう一択はそらジローでした。え、それすっごい迷ってたんだよ。まあ、人気は人気です。可愛いしね。そうだよね。あるチャンネルしか出ない。あるチャンネルしか出ない。全国ほらほぼ毎日見かけるじゃん。まあ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 、まあまあ、そうですね。あんなにみんなでそらジローって叫んで、子供たちがあんなみんなね、そらジローの服装をねしてさ、そらジローの服装まあまあ、めっちゃ悩んだんだけどね。いや、え、私アンパンマンと迷ったのよ。あー、ね、確かに。だから僕アンパンマンなの。いや、思うよ。ホッペがアンパンマンなのよ。だからなんかアンパンマンだな。乗っちゃっていいっていうね、なるほどね。じゃあこれはもう完全に言葉の糸でしたね。言葉の糸。そっか、負けたわー。うわー、回せらなかったということで、はい、マネージャーさんが2ポイント、そしてビーフレスチーム1ポイントということで、はい、今回はマネージャーさんの勝利です。面白かったね。面白かったですね。じゃあ、おごらせたちがおごらせていただきます、うん、ということで、はい、以上ビーフレスでした。バイバーイ。